はじめまして、芙蓉リリエンソール優雅と申します。中学2年、血液型は AB 型、誕生日は5月5日です。新世紀29年からこの世界に召喚されました。この世界で皆様とお会いできたことを心より嬉しく思っております。ゆずきさん、何でしょうかその目は。いいえいいえ、演技などとそのようなことは。何をおっしゃっているのですか。よく考えてみれば、私のことを熟知しているゆずきくんがいる時点で擬態は意味がなかったよ。見知らぬ相手に本性を見せるのは軽率短慮。最初はおしとやか系少女で行こうと思ったんだけど、仕方ない。改めて自己紹介といこう。私は芙蓉リリエンソールユーナ。友人にはリリやリリーなどと呼ばれることが多いね。戸籍上の名前は芙蓉ユーナだけど、普段はミドルネームをつけて名乗っている。リリエンソールは母の旧姓でとても気に入っているんだ。母はアメリカ出身でね、四国周辺に壁ができた時にたまたま四国にいて難を逃れた。私はいわゆるハーフというやつだね。とはいえ香川在住だし、ソウルは完全に香川人だ。リリエンソウルだけにね。 あと母の血がそうさせるのか、時々無性にハンバーガーを食べたくなることがある。ハンバーガーはアメリカの国民食だったらしいんだ。特技と言えるものは演技かな。幼い頃は子役だったから演技については千軍万馬、ちょっと自信があるよ。あとは調べ物をするのが得意だ。情報収集なら任せてくれ。悩みは背が低いことだ。でもすごく低いわけじゃない。150センチあるからね。ちょっと低いだけだ。ごめん、サバを読んだ。本当は149センチだよ。身長のことはもういい。私はもともといた世界では勇者部というグループを作っていた。ここの勇者部とはたまたま名前が同じだけど、活動内容も全く異なるグループだ。その活動内容についてはおいおい話していこう。私は元の時代では勇者でも巫女でもないから、君たちと肩を並べることに少し慣れないけど、この世界に来たからには全力で頑張ることにするよ。今後ともよろしく。